チャオ、あっちゃんです。今日は6月16日、はい、あっちゃんガーデンきゅうりさんの初収穫の日です。はい、ということでこんなに育っちゃいました。ほら、あっちゃんの手と比べたらこんな大きいの。でもちょっと細いよね。でもね、1本目は早く収穫した方がいいって言ったから、では収穫したいと思います。ここかな。では取りたいと思います。はい、記念すべき1本目。きゅうりさんです。痛い痛い痛い、すっごいチクチク、痛い痛い。またね、子供ちゃんと塩きゅうにして食べたいと思います。はい、でもう1本、ここ、あ、見えへんかな、ちょっとこんな、はい、です。で、あとはあとまたね、ここにきゅうり1本。あれ、もっとあったのになくなっちゃった。あれ消えたかな、もっとあったよね。あ、ちっちゃくなってる、消えてる。やっぱね、他に栄養取られるんやろね。はい、ということで、今年まあ2本取れました。はい、でね、またね、トマトさんがなくなってる。木の1個ね、赤くなりかけてて、まだ取った早いな、回したぐらい。だから、売れる前に取って、置いて売らさんとダメなのかな。でも、木で完熟した方が美味しいよね。うん。でも、鳥さんに食べられたみたい。うん。ここにね、ここに1個あった。ね、ヘタだけ置いて、実がないのよ。鳥さんに食べられたな。まあ、緑なんかね、いっぱいなってるから、もうそろそろね、うん、鳥さんも食べずに置いといてくれるでしょう。食べきれないでしょうってとこでね。で、これは、あ、スイートトマト結構大きくなってるや。で、ボンリッシュも結構、これもっと大きくなるからね。置いとかんとダメやねんけど。はい。で、いちご、あー、いちご虫にやられちゃいましたね。ちっちゃいから取ろうかどうしようか迷っててんけど、うん、あ、またほら、あの奥で2つ生きてきてる。うん、またこれを期待しましょう。で、でこれ、まだちっちゃいな、もうちょっと置いとこう。ちょっと見つからんかな。バジルさんがそこそこ育ってきたけど、まだもうちょっとやね。はい。はい、ということで、あっちゃんガーデン、今日はキュウリを2本収穫しました。手がすごい、バジルの香り、あ、すっごい。あ、いい香りする。癒される。あとね、ミント、ミント。あ、ミント癒される。うん。ね、ちょっとね、自家製ガーデンやんか。ローズマリーも。おー、ローズマリーはすごい香り。なっちゃん、ローズマリーの香り大好きな。うん、癒されるよ。で、ローズマリーにね、クモの巣がいっぱいついてるの。で、クモの巣掘っといたらさ、クモさんがさ、虫食べてくれるから、虫食いせえへんかなと思ってクモの巣掘ったんだけどね。よくないんかな、わからへんのよ。で、ここにもクモさんがいてんの。見えるかな。これ。この子。で、こうやってクモさんが虫食べてくれるから、虫つかへんかなと思ってね、あっちゃんがあれば虫でもクモさんだらけです。はい。ということでね、なかなかね、ここにイチゴさん食べられるのが悲しいな。で、幸せになれるワイルドストロベリーがまだ咲かへんかな。おととしね、ワイルドストロベリー、激貧時代にワイルドストロベリーを作ってた。で、お花が咲いて、ああ、咲いたって幸せになれるかなとか言ってたね。で、ね、ワイルドストロベリー幸せになれるかなって言ったら、ミーまでなったん。で、ミーになって、ミーがなるとすごく幸せになれるって。なんか、ワイルドストロベリー咲かしたら、ね、
全然その恋愛とか運がなかった子が結婚できたとか言うから、あっちゃん、まあ結婚する気はないけどなと思ったら生活がすごく楽になりました、うん、だからね、今年もちょっと験担ぎにワイルドストロベリーも買ってみてるんだよね、うん、だからまた、うん、それが育ってね、いい感じになってくれたら嬉しいなと思って、はい。キュウリさんがトマトを食ってる、トマトに絡んでる。これこっちのね、上の枝に絡まそう、枝というか物干し棚に絡まして上へ進めようと思ってるね。これはちょっとかわいそうですね、トマトさんかわいそうだから離します。はい、ということでちょっとケアして、まあ、下を見て今日はまたお話動画1本撮りたいと思ってます。ではまたね、バイバイ。後で子供ちゃんとキュウリ食べよう